山県に住んでいる理科実験が好きな小学生の松田雄一郎です。僕は世界平和のために世界中の子どもたちが集まって理科実験をすることを提案します。そしてその様子を多くの人に知ってもらい、世界中の人々に科学に興味を持ってもらいたいと思っています。そして実験が成功した喜びを共有することで、より国際的な子どもたちの交流も増えると思います。そしてその子どもたちが大人になった時、僕みたいに医者や科学者を目指す人もいると思います。その結果、医者や科学者が増えて医療が発達して救える命が多くなり、食料不足などに人々が苦しむことがなくなり、世界中の人々が安心して暮らせる世界になると思います。